登記でございます。さて2日目の今日はちょっと小雨がパラついてあいにくのお天気なんですが、そんな中でもたくさんのお客様がいらっしゃってにぎわってますよ。この駅前広場にいろいろなブースが出てるんですけども、どんなものがあるか早速回ってみたいと思います。うわー、こちらのブースにはいろいろなお野菜が並んでますけども、どれも美味しそうですね。ずらりとお野菜がここで並んでるんですけども、はい、こちらはどちらで採れたお野菜ですか？はい、これは調布の、調布中からの若い農家が集まって、昨日今日とやっております。いつこれ収穫したものですか？今朝、朝一番ちょっと暗いうちからやっております。あ、はい、もしよかったら食べてみません？はい、いいですか？どれがおすすめですか？そうですね、ラディッシュですね。このまま、まるっと、はい、バリッと言ってください。では、はい、このまま行かせていただきます。うわ、いい音しますね。はい、どうですか？シャキシャキするんですけども、ちょっと柔らかみがありますよね。そうですね、取りたてなんで、まだそんなに硬くなってないんで、結構スッて入ってくるんじゃないですか。うわ、でもやっぱ地産地消ってすごい大事ですね。そうですね、やっぱね、買って喜んでくれる人がいるんで、我々もいろいろ作りたくなっちゃうんで、はい、はい、もうここで笑顔いっぱい見れるのが本当に一番嬉しいですね。はい、はい。さて今回の調布マルシェでは、調布っ子食育マイスターの子どもたちが製紙工60周年を記念して作ったお弁当を販売しているということなので、ちょっとお話を伺ってみたいと思います。わっ、すでにこちらにお弁当が並んでますけども、今日はこちらであのみんなが作ったお弁当を販売しているということなんだけど、お弁当実際にこう考えてみてどうでしたか？やっぱりなんかみんなが食べやすくてなんか美味しそうに見えるように作るのは大変だったんですけど、こうやって販売ができてすごく嬉しいです。実際お弁当を作るときどういうところがこう大変だったかな？バランス考えて、みんなの好きなものだけ入れると、なんか色とかが変になっちゃって、いろんなんか野菜とかも入れないといけなくて大変です。食育担当の伊藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。はい、で今回のこのお弁当ですが、はい、コンセプトってどんなものなんでしょうか？はい、食育マイスター市の方では今年で6年目になるんですけれども、その子たちが歴代のマイスターが集まりまして、調布市をお祝いしようということで、その気持ちを込めたお弁当を作ることになって、今回お弁当の制作をさせていただくことになりました。なるほど。子どもたちがいろんなことを考えて、 その中でこう選ばれた案という。そうです、全く大人は入っておらず、子どもだけの考えで作ったお弁当になります。はいはい、何種類のお弁当を販売してるんでしょうか？はい、今回はですね、ハンバーグがメインのお弁当と、はい、唐揚げやきんぴらごぼうなどいろんな種類のものが入ったお弁当の2種類が販売をさせていただいてます。はい、この市政志向60周年に本当にふさわしい今回の企画ですね。素敵なお弁当ができたかなと、あとは頑張って売れるといいかなと思います。そうですよね、はい、ちょっとね、今日2日目はあいにくのお天気なんですけども、はい、はい、ぜひたくさんの方に買っていただいて、はい、味わっていただきたいですね。はい、ありがたい、そうしたらありがたいと思います。はい、はい、今日の調布市を築き上げる上で、長年にわたり多大なるご貢献を賜りました市民の皆様、並びに諸先輩方のご臨席を賜り、改めて今日までのまちづくりに対するご尽力に心から敬意を表し感謝を申し上げます。私たちはこの恵まれた環境を生かしながら、子どもから大人まで、女性も男性も、そして障害の有無にかかわらず、すべての市民が
それぞれに応じた活動を通して豊かな芸術文化スポーツ活動を育む街づくりに取り組んでいくことをここに宣言します。